日本宮城県仙台市青葉区、川内大今川市川内大今川市は、宮城県仙台市青葉区にある地名。仙台城本丸及び三の丸の東側外下、広瀬川右岸にあり、面積は約7ヘクタール。大橋西詰付近に接続する一本の市道以外は、袋工事となっている。1950年代には、約600世帯、約4000人が住んでいたが、 各家族化が進んだ平成に入る頃には600世帯弱ながら人口は約1、3まで減少した。青葉山公園整備事業を進める市の方針により、2015年時点で居住しているのは3世帯のみとなっている。仙台城三の丸とは、長沼を隔てた外側、広瀬川の内側にあたり、江戸時代には仙台城の防衛上重要な地であった。 大橋の北西角にあたる北側が、下臣の片倉家の仙台屋敷で、追い回しはその南に続く南北に細長い地区であった。城に近い西側に馬場、その東隣に三つの馬屋、その隣に馬事に関わる役人の屋敷が並んだ。明治維新後、仙台城に第二師団が置かれると、建物が取り払われた。射撃場や、連兵場、 競馬場などとして利用された。1920年代には、青葉軌道が長町駅から通り城駅まで川内を今足を通って電車を引く計画を立てたが、実現しなかった。戦後、住宅営団により仙台空襲で焼け出された市民や仙台村などからの引き上げ者を収容する仮設住宅が建設される。1948年、 英団が解散することが決定し、仙台市に住宅地の買取を打診したが拒否される。これにより、住人が英団から住宅を購入することとなった。しかし、仙台市が川内を今し地区を含む青葉山公園整備計画を1946年にすでに建てており、もともと私有地であったところに住宅英団が仮設住宅を建てたのだから、 無償で返却されるべきという立場を取ったため住人と対立が深まった。仙台市は整備計画を続行し、個別に住民と話し合いながら立ち退き業名目で土地の買い取りを進めインフラストラクチャー整備や住宅の建築確認申請を拒否していたため、電気、水道、道路補修等は自治会によって行われている。現在に至るまで住民と市の対立が続き、 公園整備計画は遅れ、住宅の建築確認は1972年から認められるようになった。その後仙台市は宮城野区新田の東北農政局に隣接する仙台政府倉庫の敷地を取得し、2009年から市営住宅を建設して集団移転先とする方針を決定。2015年度に開業した仙台市地下鉄東西線国際センター駅から 仙台城に至る途上にある追い回し住宅跡地は、青葉山公園の、憩い、にぎわい、ゾーンとして、再整備される予定。住民基本台帳世帯数百二百三百四百五百六百千九百九十千九百九十五二千二千五二千十二千十五各年十月一日の、世帯数の前年比住民基本台帳人口二百五十五百七百五十一 零零零一、二百五十一、五百千九百九十千九百九十五二千二千五二千十二千十五。ありがとうございます。